はい、どうも、ふめいどです。これがね、我が双子ちゃんでございます。はい。まあ、そんなことはいいんですけど、スターウォーズ、ね、確定しまして、つむつむね、アップデートされて、アイコン変わりました。で、これね、はい。オープニング。この映像は変わってないんですけれども、このね、ところが変わっております。で、まあ、下3体は新ツムで、上がマンダロリアン、パドメ、アナキン、ザ・チャイルド、で、左下に R2D2 という感じで、もうこれ、アナキン復活確定演出なんじゃねっていう動画です。はい。ただそれだけです。はい。っていう、まあ、ちょっとね、まだアップデートしてない方は、アップルストア、アプリストアか。で、つむつむで検索すると、もう、アップデートできますので、ぜひ、アップデートしてみてください。はい。アイコンも変わりますし、あそこのオープニングの、画像も変わってるんで、はい。っていう感じでございます。まあ、先日ね、まあ、アナキン復活濃厚説っていうのを挙げたけど、まあ、これでさらに濃厚説浮上と。まあ、98% だったのが、もう 99% になったのかなとか。そんなイメージかなと思いますけど、はい。一応、復活しそうですね。アナキンさん。ということで、皆さん、まあ、新ツムが弱くても、アナキンは復活しそうなんで、はい。ぜひね、コイン頑張りましょう。まあ、ちなみに、あのね、ペアツムはね、言うて、だってあれだけだと、正直、普通の消去系よりかも弱いやん。だったら、レオナより弱いよ。あれだと。はい。っていう感じなので、まあ間違いなく、まあもっとおまけ効果があると思うんですよ。で、あの光ってるやつって、スコアボーナスがついてる様子もなさそうだったんで、やっぱりね、マイツムが振りやすいとか、あとは周りのツム消すとか、まあちょっと特殊な効果が、スキルでついてると思うので、はい。まあその辺がね、ちょっとどうなるかが、多分30日に、スキル映像がまた、長いやつがね、出てくると思うんで、またそこは考察動画、スキル映像からの考察動画もね、あげたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。はい、ご覧くださいじゃない。楽しみにしておいてください。という感じで、今回はこれで終わりたいと思います。はい、まあ、ちょっとした動画なんで、もうノー編集でございます。はい、ということで、ありがとうございました。